こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は203年の仕組みということでですね、大学の生徒でですね、クラシックの子で今まで何人かいるんですけど、203年の取り方が全くわからんと。で、今までどうしてたのって言ったら、まあ、なんとなくそこに3つ吹きゃいいやって感じのまあ、管楽器の子なんですけどね、トランペットとかサックスの子なんですけど。で、まあ、一応、まあ、僕が教わったやり方っていうのは、ちゃんと一拍ずつずれを確認して勉強するんですが、まずはその仕組み的にはですね、ここの3連符っていうのがあって、これは、たぬき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 。ね。で、これの右手だけを取ると、こういう表記になるんですが、たぬき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 。で、そうすると、この譜面通り、たんた、うた、たんた、うたっていうのができます。たんた、うた、たんた、うたっていうのができるのね。で、これを今度、ここなしでね、これと左手、これ右手だけ抜いて左手だけにするんですよ。たぬき、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 たんたんた、たんたんた、たぬき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 、たんたんた、たん。これは、うたん、タンタンなのね。これよく見ると、タンタ、ウタンと、ウタンタンタはひっくり返ってるだけなんですよ。なので、ウタンっていうのと、タンタ、タンタは足と手が一緒。タンタ、ウタン、タンタが一緒のところが先に来ると表の203連で、裏は、表と裏と書きましたが、こっちが表の203連、右側取ったやつだけね。これが表の203連、裏の203連というのはこれです。で、書き方としては、音階を1個上げて上に3を書けば、そうすると2拍のうちに3連符。だから、タンタ、タン、タンタ、タン。ここだけで見ると、この仕組みがよくわからないので、タンタとウタン。こっちはウタンとタンタ。で、これは表記としては、8分9分書いて8分、最後、全部裏にして、最後8分音符にして、戻すみたいな形なんですが、こうすると全部裏の2拍3連になります。この表記の仕方はもう覚えておきますが、この仕組みとしてはこうなってるということね。で、ここに書いたのが何かというとですね、要は、これ椎名豊さんって僕も超尊敬する僕の大師匠になるんですが、まあ、彼の演奏を見て僕はジャズを始めたという、椎名さんとですね、大阪さんと演奏してて、ベースは山下浩二さんでしたね。もうその人の演奏を3人で聴いた時に、もう、これもジャズやろうと。大阪さんはなんかお前ら入ってきて、小沼祐介と一緒に行ったんですけど、ようちゃんと一緒に行った時に、やっぱりこう、2人で背の高い2人が入ってきたから覚えてるって言ってくれてて、あれが僕の人生のターニングポイントですよね。その時のですね、まあ、そのピアニストの椎名さんっていうのはもう本当に僕はもう、尊敬してやまないピアニストですが、彼が、エルヴィン・ジョーンズと一緒にやったんですね。ヨーロッパツアー回ってるんですが、その時にこうリズムについて質問したら、シンコペーションっていうのは、タンタ、ウタン、タンタ、ウタンと、ウタン、タンタ、ウタン、タンタ、2種類しかないと。それをよく勉強しなさいっていうふうに言ってたんですね。それ、2拍3連ってなんでシンコペーションなんだろうなと思ったら、ウタ、タンタのところは、ここがシンコペーションのちょうど当たるでしょ。だから、タドー、タドーっていうシンコペーションと、このウタンタンタ、ウタンタンタ、ウタンタンタ、このアンティシペーション。僕はこっちのタイがつくのアンティシペーション。こっちは普通のシンコペーション。こっちが僕はその重要だと思ってるんですね。こっちの方がアンサンブルにすごい大事で、もちろんこっちも大事ですけど、だからこの2種類はまあ意味が違うんですね。どっちもシンコペーションだけど、こっちの方がまあ、ジャズではこうセクション合わせに行くときにはこっちよく使う。で、こっちもまあもちろん使うんですけど、この2種類がまあちょっとドラムにとってみたらちょっとその着地する場所がオンだったり、こっちはね、オンに着地するんですけど、こっちはオフに着地するんで、そのドラムの処理の仕方が全然違うんですよ。なので、この2拍3連はこっちが表でこっちが裏です。で、これがシンコペーションのこっちに対応してるっていうふうに考えてもらえばいいかなと思います。ここはちょっとややこしい話なんで、またゆっくり説明しなきゃいけないし、これなかなか理解してもらえないと思うんですが、というわけで、2拍3連っていうのは表の2拍3連と裏の2拍3連の2種類ありますよというお話でした。はい。これを4ビートで使うと、4ビートは、まあ、ここ途中でめんどくさくなって3が抜けてますね。3で、タタ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 ってやると、ここの左手は、ここは一緒で、タンタ、ツタツタンタ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 ツタツで、この流れの中でシンコペーションすると、ワンツースリーフォータンタツタン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 タンタツ、このシンコペーションになるよねっていう話ね。ちょっとゆっくりやる。ワンツースリーワンツースリーフォータンタツタンタンタツタンタンタツタンタン表の方ね。で、裏の方は今度は「うたん」と「でたんた」、ここはもう同時なんですよ。ここ同時なんで「ワンツースリーフォーうたんたんたうたんたんたうたんたんたちっちワンツー」これね「うたんたじゃーん」ってちょうどシンコペーションにちょうど当たると。せーの「ワンツースリーフォーうたったんたうたんたんたうたんたんた」裏に着地。という形で、まあ、違いますよねっていうことですね。これはバスドラでもハイハットでも。という形で、バスドラでもハイハットでもできるようにしておくと、これ、フィリーがよくね、ニムショットで使ったりとかしますね。非常によく使うのでかっこいいと思う。特にねフィリーはこっちをよく使う。でジャズ系の人はこっちの方が、まあ、使いやすいかな。シンコペーションがね2裏とか4裏に連結できるんで、こっちの方がね使いやすいんですよ。でもこっちは使わないわけじゃないんですけど、まあもちろんあっちもどっちもこっちも使いますが、まあこっちの方が比較的よく使うかなって感じですね。はい、それでは最後ですね。コアリズムチェンジっていうので使ってるんですけど、これはせーのワンツースリータン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 っていうふうにワルツにしちゃえるね、こういうことね。でこのワルツを今度2つで割っていくと、っていうことができるというね。タンタッカタンタ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 カタンっていうふうにできますよねっていう。これコアリズムチェンジって僕別の動画で説明してるんですけど、これ明日の曲でちょっとちょい使ってるんですね。これ1回使ってみんなが分かんなくなってるってやつですね。2拍3連がまるで頭みたいに聞こえるってことですね。ちょっとこのワンツースリーこれだとワルツでしょ。これをに使ったりすることができるということなんですね。まあこれめんどくさいことですけど、まあ2拍3連って結構よく使うんですが、これはウィントン・マルサレスとかが、やってた演奏で、これねエプリル・イン・パリスですごく使ってたんですけど、これめちゃくちゃ一時期流行った、タイムモジュレーションってやつですね。ベースとか他の人がこういう風に普通にやってても、自分はちょっと脇道をそれてずっと違う速度で演奏してるって感じで、こういうのタイムモジュレーションと言います。こういうのが2拍3連でよく使うやつですね。というわけで、まあ、2拍3連のパッと思いつく、仕組みと、それと、実際に使い方っていうのを2種類、ご紹介しました。というわけで是非練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。